今選手たちが入場をしてきました。今日はハロウィーンのシーズンということで、かぼちゃをレフェリーが取ってこの選手たちの入場です。明治安田生命 J2 リーグ第36節、ブラウブリッツ秋田対青源金沢の一戦です。ここから藤山縦に入れていって向き直って竹シュートを打ってきましたが、ディフレクションがある茂です。スペースを狙って出したところ竹向き直ってシュート来た、まあ、これはクロスバー。左サイドバックの伊予選手ですから、はい、まあ、そこへの攻撃の意識と、まあ、このターンも非常にうまかったですね。吉田いぶきがボールをキープをして、うん、1枚飛ばして茂左なんですが、この位置まで上がってきています。そこでクロスを入れるヘディング、いいよのヘディング、先制点は秋田。素晴らしい形でまずは1点を仕留めました。まあ、ここで起点を作りながら、まあ、三上選手のクロスの質も非常に高かったですし、まあ、左サイドバックの伊予選手が、ね、あそこまで入っていく、まあ、試合の序盤にもありましたけど、そういった意識から非常に生まれたゴールですし、まあ、全ての3つのプレーが、ね、うまく重なった非常にいいゴールでしたね。まあ、しかしドンピシャリのクロスでしたね。まあ、クロスの質も速かったですし、はい、まあ、あの速さがあるからこそ松田です。落としていって庭弾いていってシュートに行きましたが、これはそれていきます。金子でした。中持ち出して大橋、大橋柔らかいボールを入れて、ここは競り合い作田のところですが、ここは押し込みました。庭ゴールとなりましたか。そうですね、決まりましたね。混戦の中金沢追いつきました。まあ、しっかりファーサイドに強い選手残ってましたね。まあ、桜選手が競り合って、まあ、ここ逆サイドに持ってたボールも良かったですし、まあ、やはり低いボールニアサイのヘディングは後藤弾いていきました。藤山のヘディングでしたが、そうですね、大橋です。大谷前を向いてシュートを打ってきた。しかしキーパーナイスセーブを見せましたが、コーナーキックを獲得。そうですね、まあ、本当に大谷選手の速さとあったプレーでしたし、まあ、ここも鋭いシュートを放ちましたけどね、はい、まあ、田中選手内山です。中に入れて高いボールになってハンダ競り合っていく増田、頭で落としてハンダ向き直ってのシュートは、うん、後藤触っていました。まあ、後藤選手の反応も素晴らしかったと思いますね。難しいシュートだ。低いボール秋田跳ね返します。そしてここで長いホイッスル、試合終了です。1対1。